解釈です。さあ今日なんですけども小部屋ということで、はい、なんて贅沢な小部屋やでやっけこれ、はい、これ違うでしょ場所が、うん、これどこが教えてやろうか、はい、これどこが教えてやろうかってなんと谷屋さんの家です。やったー。そうなんです。これどういうことかと言いますとですね、はい、まあ皆さんこれお気づきですか、ここに僕ピンマイクがついてるんですが、うん、これ今回ですね、なんとあの解釈のジャナイトっていう番組僕やってるんですね、はい、熊本の方で。そちらの解釈のジャナイトと、僕の小部屋と、谷庵さんのチャンネルとのトリプルコラボやったりするんですけども、うん、でちょっとまあ空いている時間でちょっとトークを取らせていただこうかなと、うん、でもジャナイトはジャナイトでがっつりこのトーク部分は使うっていう形なんですけども、はい、まあしかし、まあ来てからでいいか、はい、すごかったよな、ね、ほんまにうちのメインチャンネルで説明したひとし、いやひとひとぴっちゃんひとぴっちゃんと戦った谷谷さんのあの見事なまでの戦い、素晴らしい。まあその辺の話とかもちょっと聞きたいかなと思ってるんでね、うん、はい、はい、ちょっと谷谷さんを待ちましょう、はい、お願いします。谷谷さんです。お願いします。お邪魔しますって、ここ家じゃないですか。いや本当に福岡まで来させていただいてね、今回ちょっとコラボ動画を撮らせていただいてるんですけども、ありがとうございます。本当にこちらこそわざわざ遠くまで本当にありがとうございます。ちょっとね、せっかくだったらちょっと谷庵さんとね、いろんなお話ししていきたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやまずはね、前回僕とのコラボ撮影、僕のチャンネルでのありがとうございました、マジで。いや、こちらこそですよ。楽しかったです、ほんと。楽しかったですか？楽しんでいただけましたか？めちゃくちゃ楽しかったですね。マジですか？はい、もういつも僕一人っきりやってるんで、はい、あんな楽しいことあるかと思いましたもんね。いやー、でもね、もう何がすごいかって、やっぱりね、僕、その、メインチャンネルの時にもちょっと、言えなかったんですよ、全部は。本当にちょっと申し訳ないことしてて、実は、谷谷さんに。時間がね、結構、そのスタジオ、キッチンスタジオの時間がパツパツやって、本来もっと煮込みたかったんですよね。実際のところで言うとですね、ですよね、欲望を言えばですね、欲望を言えば、まあ、ぶっちゃけな話、あんなと僕食べさせてもらった時にもう死ぬほどうまかったんですよ。ってことはあっこからまた20分30分煮てたらもっとうまかったってことですか？もっとトロトローになってましたね。くー、圧勝になってたかもしれないですね。いやーでも実際あのプリプリやプリプリやの美味しさがあったんで、はい、もしかしたらちょっと味のバランスが崩れたかもしれないですね。あ、なるほどね。そういう可能性もあったと。あったと思いますね。実際どうでした、ひとひとぴっちゃんの料理は？めちゃくちゃうまかったですね。すごい、あれめっちゃうまかったですよね。うまいです。やっぱあの、うん、僕がもう目の方であのお話しした通り、はい、味のバランスを見るのがすっごいうまいですね。あ、やっぱ谷庵さんから見てもひとひとぴっちゃんはやっぱり料理上手だっていう。めちゃくちゃうまいと思います。へえ、勉強しに行きたい。あ、マジっすか。ぜひぜひ、ひとひとぴっちゃん、もうひとひとぴっちゃんで長いですね。ごめんなさい、もうじゃあ、サックシーっていう名前がありますよね。サックシーがまた、ぜひ谷谷さんとやりたいって言ってたんで。ぜひ、食堂に豚の生姜焼きを食べに行きますんで。うわぁ、すごいすごいすごい。これはありがたいよ、サックシー。これ絶対見てくれてると思うんでね。はい、いや、今日ね、ちょっといろいろ聞きたかったのが、はい、まずそもそも谷谷さんが YouTube にやるきっかけだったんって何だったんだなっていうか。きっかけはですね、はい、僕俗に言うフードファイターっていうお仕事をしてたんですよ。そうですよね、はい、まあ、テレビ東京系列 の、うん、元祖大食いを決定戦に出場させてもらって、はい、で、それの男ってほぼほぼ試合がないんですよ、うん、試合がない、試合がない、うんうん、年に2回、3回しかないんですよ、はい、女性はもっともっといっぱい大会があるんですけど、はい、だから全然仕事がなくて、うん、もう食っていけなくて、うん、で、この空いた時間何をしようかなっていう時に周りが結構大食い界隈が YouTube 始めてたんですよ。あ、周りがまず始めてたんですね。はいはい、はい、で僕もそこに乗っかっていって今がある感じです。なるほど、ちょっとやってみようかなっていうことで。全く今までそうやって撮影とかしたことなかったでしょ？したことなかったですね。それは何かでこう研究とかしたんですか？こういう撮り方があんねやみたいな。いやもうほんともう手探り手探りで、うん、もう一番きっかけになったのが、うん、同じ大食い系で、はい、ロシアン佐藤さんって方がいらっしゃいまして、はい、そのロシアンさんの撮影をもう真似し始めることになって、で、自分のスタイル確立していって今ですね。なるほどね。もともと YouTube 自体は見てたんですか？めっちゃ見てましたね。誰を見てたんですか？もうそれこそもうメグインさんとか。メグインさん、やっぱもうレジェンドですよね。昔のメグワード大沢からもずっと見てましたもんね。あ、そう、もう好き、もともと YouTube を見るのが好きだったんですね。好きでしたね。なるほどね。どっから谷谷さんの、その、なんて言うんでしょう、チャンネルがブワーって上がっていったんですか？なんかきっかけあったんですか？きっかけは、ですね、巨大なおにぎりを持っているサムネイルの動画があるんですよ、はい、おにぎり巨大化ってやつ、はい、それが一旦バッと跳ねて、うん、で世間に僕の存在を認知してもらって、そこからですね、はい、なるほどね。でもね、僕もこうやって YouTube 活動してる中でね、大変だなと思うというか、まあ大変と思ってるかどうかは人それぞれだと思うんですけど、
もうずっと YouTube のこと考えてしまいません？わかります、それ、めっちゃわかります。ねえ、やっぱ谷川さんもそうですか？全く同じですね。僕ね、休むタイミングがわかんないですよ。もう常に家いても YouTube の撮影のこと考えたり、ネタのこと考えたりとかするじゃないですか。谷川さんもそうですか？全く同じですね。やっぱりそうなんだ。例えば飛行機乗ってこうビデオプログラムとかあったりすると、はい、やっぱもう自然となんか食に行きますもんね、ポッつって。で、その食の食レポを聞いたりとか、はいはいはい、やっぱ考えちゃいますよね。休めてます？休め、ああどうなんすかね、うん、まあ何を持って休みするかわからないですけど、うん、でもまあ一応寝てはいます。寝てはいる。寝てはいます。なるほどね。僕あと大食いのことも聞きたくて、いつからなんすかその大食いに目覚めたというか、どのタイミングで俺大食いかもみたいなって思ったのって。ですね、これが僕が大学の時なんですよ。あ、結構遅めです。え、ってことは小学中学高校の時ってそんなに食べてなかったってことですか？いや、食べてはいたんですよ。まあ、高校の時とかで言うと、はい、まあ、弁当は基本2個持ちやったし、あ、やっぱり量はすごかったんですね。量は多かったですね、はいはい、でも周りも結構部活動生もいっぱいいたし、うん、うちの父親も結構食べるんで、はい、まあ、あんまり気づかなくて、うん、で、まあ、思いっきり食べてみようと思って、うん、ラーメン替え玉チャレンジというか替え玉勝負をしたら14玉食べたんですよ、うん、で、そこで初めてそれが大学の時ですか？大学の時ですね。え、じゃあそれまでは自分の限界っていうのを試したことがなかったってことですか？そうですね、もう腹いっぱいを超えたその先を初めて知ったのがそこですね。どんな先、どんな感覚なんですか、その先っていうのは。あの満腹中枢の先があるんですよ。僕どっちか言ったら小食なんですね。もう満腹になったらもう食べる気も起きないんですけど、一回谷川さんにもそれが襲ってくるんですか？襲ってきますね、はい、でもそれを食べたいっていう、あのこれが食べたいが勝つといけるんですよ。勝負で言ったら、はい、これを食べて勝ちたいがそれですし、はい、自分の大好きなものやったらもう腹壊してもいいけどこれ食いたいが勝つといけるんですよね。もうどん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 いけちゃうんですか？ガンガンいけますね。はぁ、すごいっすね。太らないですよね、腕。そうですね、でも太りますよ、撮影した後とかは。でも、運動とかされてるんですか？一応、走ってはいますけど。はいはいはい。でもそんな、僕普段ご飯食べないんですよ、あんまり。なんで？あの収録でもうがっつり食べるんで、はい、もう普段はいいかなと思って。はあ、まあその辺もだから大変な仕事ですよね、 YouTube って、ね、そう考えたら美味しいもの食べた時も自分の食べたこともあったりするわけでしょ、はい、でも谷谷さんの場合って自分のそのチャンネルで撮影したものが本当に自分が食べたいものを食べてますもんね。そうですね。いや、それが僕いいと思うんですよ。あ、本当ですか？めちゃくちゃそのなんて言うんだろう、それこそでっかいおにぎりじゃないですけど、こう視聴者さんにこうバズりそうな動画というか、それを考えて作ってるんではなくて、ただただ自分が食べたいものですね。いや、それがええと思うんですよね。見ててもやっぱり見させてもらってますけど、めちゃくちゃ美味しそうに食べられますし、何より調理ですよね。調理がものすごくこう細やかというか丁寧と言いますか、あれは何かやっぱり意識してやられてたりするんですか？そうですね、うん、あのどうしても大食い動画とか僕ら大食いって、はい、食べ物を粗末にしてるやっぱ印象付けられがちなんですよ、うん、ちょっとそういう目で見られがち、はい、はい、まあただ僕、まあ、まあそれを不思議するって意味ではないですけど、はい、まあ、僕自身こう普段あんまりご飯食べない分、うん、1回ずつの食事ってすごい大事にしてるんですね。うん、だからその1回に食べる食事の時はもう妥協したくないというか、はあ、なるほど。で、心の底からこう美味しいって思ってる表情で動画を作りたいし、うんうん、だからここでなんかもういやいや食べてるっていうのは出したくないんですよね。はあ、なるほどね。料理自体はどっから始めたんですか？料理自体は、はい、まあ、大学時代にあのうちの両親が共働きやったんで、はい、ちょっとアルバイト代、うん、アルバイト代が入ってきた頃ぐらいに自分でご飯作ってみようかなと思って、はいはい、始めたのがきっかけです。きっかけどん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 ハマっていってってことですか？ハマっていきましたね。作るのも好きだし食べるのも好きってもう最強じゃないですか。ですかね。いやいやいや、やっぱり得意分野苦手分野ってあるんですか？料理はありますね。じゃあ言っちゃってくださいよ。得意分野で言うと言える範囲でいいですよ。多分、うん、僕和食に関しては少しは知識はあるのかなと思ってるんです。和食は得意なんですね。じゃあ、はい、ただイタリアンとか、あー、そっちか。パスタとか僕全然ダメです。あ、わからない。わからないです。でも今後また覚えていくっていう勉強もしようとはしてるんですか？そうですね。あー、なるほどなー。あ、じゃあ実際パスタとかもあんまりイタリアンとか食べに行ったりしないですか？あんまり行かないですね。てか僕フレンチとかもあっち系があんま得意ではないんですよ。はいはいはい。作法がわからない、うん、むずいっすよね。僕もわかんないで、ワイン頼むの怖いですしね。めちゃくちゃ高いでしょ。めっちゃ高いんですよ、マジで。ワインってフレンチの
端から使っていくみたいなやつでしょ。はい、わかんないです。すぐパイで包むようでしょ。しかもたまにこっち4、こっち5、どこどこ、あるありますよね。あれわ、だから僕も普段フレンチとかは行かないですけども、でもその辺もしね、タニアンさんがフレンチだったりイタリアンとかも極め出したら、それこそ敵なしじゃないですか。なるんですかね。なりたいですね、そこにね。ねえ、逆に食べる方はどうです。こういうものはたくさん食べれる得意分野があったりとか、こういうのはちょっと苦手があるとか、そういうのあったりするんですか。得意系で言うと、多分僕昔からの魚に近い生活をしてたんで、はい、結構魚介の生臭い香りとか、うん、僕何も感じないんですよ。一切、はい、むしろもう何だろ う, こう香りと思っちゃうんで、ああちょっと実感思い出すじゃないですけども、そういう思いになると、はい、ってことはもうそっち系はもう何ぼでも食べれるみたいな。もう何ぼだからお寿司とか、はい、それこそお刺身とかも全然と、うん、食べれますし、はい、人によっちゃこう生臭いから無理って言いますけどね、うん、でも苦手なもんで言うと僕甘いのがダメなんですよ。おお、なるほど。めっぽうダメですね。めっぽうダメ。大食いできない。できないですね。意外やなぁ。そうなんでしょう、巨大パフェとか。ああもう、それやだ。甘いものは入っていかないんだ。入っていかないですね。僕すぐ高血糖になっちゃうんですよ。なんか急に糖分をガッと取るから、はいはいはい、普段食べない分多分、はい、なるほど、ね、だからもう急に頭ボーっとしちゃうんですよね。なるほど。でもラーメンとかそういうの、パスタとかは全然いけるでしょ。あ、もうガンガンいけますね。甘いもんがとにかくダメなんですか。あー、もうダメです。ケーキも。あー、ダメです。プリン。ダメです。ちえーいかいかそれで僕と勝負しません。うわ、負けるな、これ。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。